かつて男たちは戦い、この世に一時の平安を残し、天に地に散っていった。だが、その男たちの戦いの歴史も砂の中に埋もれ、人々の記憶から忘れ去られていった。そして数年後、平安は時とともに貧富階層の差を生み、同時に世は再び混迷の時代に向かっていた。来たぞ、あの囚人護送車を襲う。行こう、リン。彼らを解放する。ええ、バット。来た、奴らだ。北斗の軍だ。北斗の軍、今まで数々の囚人護送車を襲い、囚人を奪っていた神出鬼没の武装集団。畜生、何やってんだ。もうしろ、奴らを足止めするんだ。護送車の動きが止まった。遠征の奴らを倒し、はい、囚人を解放するぞ。バカ、囚人を渡すか。切り捨てろ。とっとと町に向かうんだ。反逆者どもが、このバイクで殺してやるぜ。じゃあ、こいつらを倒さない限り先には進めそうにないな。この軍を食い止めろ。はい、
いつける。よし、俺は先に向かう。町の前で合流しよう。処刑が行われるらしい。これはどういうことなんだ。あと、とにかく様子を探るか。難民に紛れて町に潜入するぞ。される人間は誰でもよい。ただリンという名を冠すればな。何人リンが現れようと構わず、群衆どもはその処刑のたびに逆賊の無力を知る。よせ、周囲は正規兵で固められている。命にだ。リンと俺がこれをタダで見ていると思うか。もう耐えられないわ。人一人救えないなんて。私は戦いのうちにシスコとを選びます。待て、あの女は助かる。リハク、何を言っているんだ。こんなに警備兵がいるのに誰が助ける。いや、一人。私たちは
その男の名を知っているはずだ。おい、この男どうなってるんだ。今一人でいるのに敵なんだ。そっちか。まさか、これは夢か。正規兵の中を眉一つ動かさず。貴様、どこから来た？北より、お前たちに死を告げるために。誰に語ることもできない。俺に逆らうバカがこれ以上増えない。面白い手法を凝らした。俺たちが戦っている横で公開処刑を続く。どうだ、皆震え上がるぞ。傷が、その傷のすべてが私を助けるために。ケン、リンを再びあんたに会わせたかった。バット、男の顔になったな。ケン、それじゃあユリアさんは。短い人生だったが、ユリアは安らかに言った。リン、ユリアからお前にと。もらっておけ、リン。ユリアさんは自分にはできなかったことをお前に託したんだ。行くぞ、リン。初めて私たちに一緒に来いた。あなたたちもすでに戦士ということだ。